4人でスクランブルゴルフをやったら50台出せるのかにチャレンジします。今日の参加者は私とほのちゃんとカイト君とそしててるきくんです。よろしくお願いします。ドライブレコーダーダッシュカム 46Z を協賛品でいただきました。そうね、いいね。これはじゃあ今日はあれだね、団体戦と言いつつ個人戦、個人戦なんだよね。これをかけたバンカー手前かな。ちょっとだけね。キャスト変えたんだよね。やらちゃん、オッケーよ。オッケー。おー、いいね。これいいよ。ナイスオフ。はい。ちょっと弱いかな。今のちょっと強かったから、うん、そう抜けていったのか。トリ君、ピンはそのままでいいです。うまい。来い。やった。ナイスー。今日また。ギョーイですよね。やっと入った。ナイスでーす。なんかカイトのお腹がグーってなった。ちょっと嬉しい。ちょっと嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。スイスです。だからもうみんなの力だ、みんなの力。永遠に食べれるよね。うまっ。おいしいね。ずっと食べてます、私。今日。タイ、あさって誕生日じゃん。あさって誕生日。うん、あさって誕生日です、私。12月1日。はい。撮影日が11月29日で。はい。あさって誕生日でございます、さえちゃんは。19歳です。まだ19歳まだ19歳だね。4月で20歳だよ。ふんちゃんはもう半年ぐらい先輩。結構意外。だってあゆなんかさ、だってバカにしてます。だってあゆなんか4月生まれでしょ。4月いつ19。お前めっちゃ早いじゃん。全然先輩っす。うん、一番先輩じゃない人がさ、先輩だから申し訳ないね。なんか嫌だよね。シャンクするよ、一番先輩。先輩しないとね。あれね、ちょっと頑張る。アイアンちょっとキレッキレに振ってくわ。キレッキレでね。うん、ナイスショー。あった、もうパー5俺に任しとけってショットは。なんか癒されるね、これ。結構ボロってないだろう。似てる、本当に。
あ、兄貴、任せておいてください。まあまあ。やりすぎかよ。ちょっと。出すぎちゃったね。ボビー。ボビーかな。惜しいね。オッケー、ナイス。ありがとうございます。ちょっと近いな。じゃあ入りそうな気にしない？うん、うん。超言わせちゃった。え、入りそうなんか。あれ入れちゃうねもう。まずは保険欲しい。前行け前行けナイスナイスナイスまずまずでしょ。ないんだね。けんちゃなよ。こまおうよ。あ、縛りよ。待ちそうよ。じゃあ頑張ってて縛りよじゃん。わかんない。チョベリゴチョベリゴそれチョベリグレ。なんか沖縄のあれじゃないの。そうか、それ沖縄の頑張ってな。すすー、うん、これもいいね。あー、すごい。上がって。いや、ナイスね。もう入れるしかないな、私。入る、入る。ネットじゃないけど。アプローチだけど、これはもうガーミンチャンスだよ。だって。ボールに入れて入る。ボールに入れて入る？どういう意味？当てて。いいんじゃない、これ。転がれ、転がれ、転がれ、もっと。えいめっちゃスピン切れちゃった。エグいスピンだね。トック。おい。好み。めっちゃ行こう。今一つ言い訳させて。めっちゃ切れたから。そうなんだ。言い訳になんねえな。どう切れるんですか。これこれこれ。え、でも左に始めませんでした。じゃあマークしといて。切れないでしょ。切れるんですか。切れません。と思います。俺が下手くそだった。ちっちゃい声でやっと気づいたから言うなよ。おかえりなさい。いいとこ取りだね。だね。ガーミンだね。それ何それ。タケノコ。え、あれタケノコの里。え、キノコ派？タケノコ派？キノコ派。キノコ派？キノコ派です。でも今タケノコ超久々に食べたら美味しい。ちょっと揺らいだ。え、味は変わんないんじゃないの。キノコもタケノコも。え、なんかツッキーが違う。タケノコの方が美味しい。タケノコ派？タケノコ美味しい。なんかパサパサ。タケノコちょうだい。え、ちょっと美味しい。キノコはさ、チョコじゃん。けどなんかポッキーみたいな。ポッキーみたいな。ダウン、ダウン、ダウン。止まれ。大丈夫だ。また道、また道。おお。オッケー。オッケー。オッケーです。すぐだ。いや、逆にいいんじゃない？キックして。出てきて。出てきて。あ、ボビー？黄色に入った。黄色に入った。アテナルだね。姉ちゃん、タイ得意クラブドライバーなんだから。そうだよ。はい、おー、ナイスショー。ナイスショー。いい球だね。イエイ。タエちゃんのボールかな、これは。
ばくね。あるない。ありがとうございます。気が楽になるやつだね。ありがとう。どういたしまして。おお、美しい。もっと上がってもっと。もっと狙い。距離いってる。左。ちょっと大きいね。あもんちゃんだって140ヤードだよ。だってタイちゃんの6番だ。うん。我慢。我慢我慢。タイボールかな。変えたい。変えたい。これちょっと入れないとね、虚しくなっちゃうよ。切れろ、切れろ、やった。おい、これでかいんじゃない、結構ポイント。はい。はい。はい、ってことでね、前半終わりました。はい。とりあえず前半は30。シックスバーディー。3パーということで3パースコアは30と、いや20台出したかったね前半ね。途中でねパー3連チャンやっちゃったもんね。そうだったね。そうね。まあでもね、あの悪い流れをうまく断ち切って、うん、すごく、まあ、後半にまだ可能性をつないだと。後半9アンダーで回れば57と。そうですね。このスタートでお願いします。とりあえずこれからね、君たち食レポあるからみんなだよ。ということでじゃあご飯行きましょう。イエイ。バイバイ。バイバイ。まあ、今のところカイトが、まあ、このトップっていうことにしよう。箱ぐらいは今取られたような形。箱も2辺ぐらい。ね、箱はいいよ。中身はちょっと交換。ということで僕前半終わってただいまガーミンポイントトップです。あの2番11番のね、あのロングパット。これはね、文句なしだよね。文句なしだよね。はい、それではやってまいりました恒例の食レポタイム。ここは今日はゲストの竹内照樹さんにお願いしたいと思います。イエイ。このそばみたいなのと天丼みたいなのを頼みました。やっぱねポイントとしてはこの器のこの線、やっぱこれで後半のラインの読みのイメージを作っていくっていう。この人すごいね、この考える時間のなさで。このね、これトータルコーディネートなんで多分レストランの人はこれを一押し一番にしていきたいポイントだと思います。以上。以上食べない。以上そばの。以上そばの食レポでした、はい、じゃあどうぞ。まずピンクのお姉ちゃんから。照り焼きそぼろ丼です、はい、食べていきたいと思います。いただきます。めっちゃ食べるやん。すごい今別れよみたいなね。あったかくて美味しいです。お肉が柔らかいです、ね。柔らかい。味は？味は照り焼き。照り焼き。照り焼きはどうかってのがちょっと多分ね。どう？濃い。濃い。うん、そう濃いよね。うん、けど美味しいです。これが照り焼きね。うん、それね、卵と一緒に食べるのかね。グー。はい、それでは、はい、エース現エース。いただきます。私は牛肉の鉄板焼きです。なんか彩りがすごい綺麗ですよね。ちょっと女子が好きそうな感じ。いただきます。うん、とってもジューシーです。終わり。焼肉のタレみたいな味です。
はい、以上です。はい、次の現場はこちらでございます。じゃあ海人くん、はい、早速いただいてみたいと思います。いただきます。それは何を頼んだんですか？こちらは豚の生姜焼きでございますね。このこちらですね。すごく生姜が乗っかっていて香りがいいです。とても。ではいただいてみたいと思います。うん、どこの豚なんですかね。柔らかくて美味しいですね。この生姜がとても効いていて、もう味がすごくご飯とマッチします。とても。ちょっとお味噌汁も飲んでみたいと思います。中身は、中身はネギとお麩、美味しいやつ、美味しいやつね。すごく優しい味がしますね。いや、味噌汁すごく優しい味がします。もう味噌とこの千葉の自然を全てミックスさせたような、もう二日酔いでも美味しく飲める味噌汁となっております。ぜひ皆さん、お味噌汁と生姜焼き定食頼んでみてください。現場からは以上です。ありがとうございました。聞いてた？どこの豚って言ってた。あ、これ言ってたね。はい。